2回目も3回目もずっと自分のお話しされてる方おった。切った。男女問題研究家の山崎セミ子です。本日の恋愛大学のテーマは人間関係について考える件についてお勉強していきたいと思います。本日も恋愛大学助手黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、このチャンネル面白いと思ったらぜひいいねとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとセミ子先生、はい、カウンセリングの方も行っておりまして、今ズームとかで結構気軽に相談の方もしていただくことができますので、もしそういったお悩み聞いてほしいとかご相談事があるという方、皆様ぜひお問い合わせしていただければと思います。ホームページの方のリンクから飛べますのでよろしくお願いいたします。先生、今回なんですけれども、ちょっと私が持ってきたというか提案したテーマになるんですけど、ちょっとツイッターの方でたまたま見かけたんですけど、すごく仲良しで何でも話す友達、何年も友達っていうことで、片方がちょっと結婚して妊娠をして、お友達に生まれる予定日を伝えたらしいんですけど、そのお友達の方ですね、結婚されてないお友達の方が予定日を覚えてなかったっていうので、もうその妊娠した方の子が怒って、もう縁を切りますっていうツイートをつぶやいていって、それってどう？黒文ちゃん、ちょっと私そんなことで縁を切るっていうぐらいまで怒ってしまうんだっていうのが結構意外だった。怒りすぎやな。大体どう思われますかこれ？これは依存っていうか、自分のことをそこまで知っている相手って、私娘のこともそこまで知ってない時あると思う。お誕生日とか覚えてるよ。だけど娘が何かどこどこに旅行行くって言っても、なんとなく2月とか、なんとなく3月いつやったっけって何度も聞くと思う。書いてなかったら。だからそれで怒るってね、結論で言えばね、その人間関係も、黒姫ちゃんなんかやっぱりまだ30歳になったばっかりだけど、私の年になるまで2、3回変わるよ、人間関係。あ、本当ですか？もうその中で残ってる人って、私10代から付き合ってる人と、で20代から付き合ってる人、それぐらい若い時だったら3人しかいないの。3人しかいないし、新しいお友達できるし、お話が合わなくなった人もいるし、変な話、だんだんその仕事内容も変わってくるじゃない。あ、確かに。そしたらこれ本当、皆さん聞いてる皆さん申し訳ないんやけど、一緒に食事に行こうねっても、なんかどこにねご飯食べに行っていいか分からへんねん。でこの間、昨年本当は、還暦の記念パーティーがあったんだけど、同窓会で、コロナで中止になったんですね。でこの間あったのパーティーがね、それに来なかった中の人たちは、還暦の記念パーティーが1万円やったから、1万円が高すぎるってことで反対した人もおったらしいの。確かに1万円って安くはないかもしれないけど、一緒に1回でも今度会ってる時、会う時ってさ、もしかしたらいっぱい死んでるかもしれない、同級生。そんな記念の時やのにそういうこと言う人もいてるってことだから、友達ずっとやってても、自分の置かれてる環境によって、例えば美味しいお寿司を食べに行きたくて、なんかミシェランに入ってるとこ一回行ってみいひんとか言ったら、やっぱり3万4万かかるわけよね。そうですね。そういう時は3万4万のお寿司を誘えないお友達は誘わないよね。だから向こうからすれば、そんな高いお寿司食べに行くって、って引くわって思ってるかもしれない。どっちも悪いわけじゃないの、これ。そうですね、価値観の違いですよね。そう友達関係って変わってきます、これ。皆さん、縁を切った方がいい友人のその特徴って言ってね、5つちょっと簡単に申し上げます、1つ目、自分のことばっかり優先する人。わかります、わかる。例えばどっかでご飯食べましょうって言ってても、黒姫ちゃんが東京では神奈川県や、もしその人が千葉県におって、千葉県に呼ぶ側に呼ぶ人もいてる。場所問題ですよね。そうそう、だから大阪の場合だったら、ちょっと皆さんイメージ分かりにくいけど、梅田と難波っていうのが、南と北なんですね。だけど北側の人に難波に来い言ったりね、例えばそんなとこあるじゃない、どこで歩み寄るかとか、そうですね、そういうことを全く考えずに決める人もいてるのね。確かに。だから私も東京行ってる時に、嬉しいのが、どちらに滞在されてますかって言って、大体銀座やからね今。で銀座ですって、あ、まだ銀座だったら有楽町とか銀座近辺にしましょうかって言ってくれる人いてるの。だけどそれ関係ないし、めっちゃすっごい偏僻な、なんかこう隠れが、もうそんな隠れがいらないよ私。
隠れ家で美味しいんですって言うんやけど、あの行きにくいよね。すごい電車の路線も考えたり、なんか自分のことばっかり優先の人、こういう人のね口癖ってね、あの自分のこと優先するんで自分の思い通りにしたいから、あの誘い方があるの。今度の日曜日って空いてる？あ今度の来週の金曜日って空いてる？夜とか言って、もうそれ言う前に何の用事か言えよって思うね。用事言うてから聞いてみたいな。例えば今度の金曜日に食事行くんだけど一緒に行きませんかって言えばいいねんけど、何も言わずに、今度の日曜日空いてるって、でも空いてるって一回言うたら、日曜日ね、こういう感激のチケットあるんだけど行かないって断りにくいよね。そうですね、例えばだって日曜日だったとしても、うん、仕事の方もいるじゃないですか、うん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 、で夜のご飯だったらいけるけど、ね、お昼の感激がいけるのかとか分かんないですよね。この漠然とした聞き方でこれ NG よね。確かにちょっと嫌われると思う。だから誘う時はきちんと的確にね誘ってあげた方がいいと思う。来週の日曜日、何時頃にご飯行くんやけど参加するとか、もし忙しかったらいいよって断りやすいよね。確かに空いてるって空いてるって言ってしまった手前なんでいかんねんって話になるから、ここ皆さん気をつけていただく。このね自分のことをまあ優先してなんかこう穴埋めしたい場合なんか誘う人多いよね。そういうちょっと追い詰めてますよね相手のことを、うん、そうと2番目は、時間とお金にルーズな人。ああこれもまあまあですよね。本当にこれ以前もやったと思うんだけど、遅刻女とか遅刻男ね、はい、これね遅刻する女の人男の人って、私なんかふっと思ってんけど、お金にルーズな人もない？あーでも確かにそうかもしれない、ね、お金きちっとしてるイメージあんまりないねん。だから嘘つきな男はお金も借金多いって私言ってるのっていうそんなような感じでなんかまあ、連動してますよね。ここは、うん、あの時間にルーズな人っていうのはストレス溜まるんでね。確かにここも良くないと思います。で3番目、今ストレスって言いましたけど、はい、一緒にいてストレス感じる人。あ、まあ、これも本当に相手が分からないと伝えれないですよね。これね、あの私がね具体的に言うとしたら、私の例で、はいはい、私相談を受けるのが仕事じゃない？はい、そうですね、うん、で相談を受けるのが仕事で、昔の知り合い、中学校の時の知り合いだったからと思って、よかれと思ったのか、カウンセリングを申し込みました。私実は初めてじゃないんですとか言って、はい、中学校の時同級生でもなかった、同じ中学校でしたみたいな感じでね、あ、そうなのって言って話をして、そのうちお礼したいからご飯に行きませんかって誘われるから、あ、一回ご飯に行くよね。その一回ご飯行ったらもうカウンセリング料払わなくて、もうずーっと、自分の悩み事言ってんの、ご飯食べてる最中で、まあ1回目やから、まあ、ご飯ごちそうになったからええやって思うんだけど、2回目も3回目もずーっと自分のお話されてる方おった。さすがにですよね、うん、もうあなたのお話はもう聞きたくないって言って、あなたは自分の話をしてるけど、私友達としてももしご飯に行ってるんであれば、私が今どういう状況で仕事をしてて、どういう状況で子供と接してって知ってるって聞いて、全く知らんかった。しゃべる間がないから。あ、確かに自分のことしか喋ってないから、向こうずっと自分の話してるからすぐにはやっぱり切らないけれど、ある時夜の10時に電話かかってきて、泣いて1時ぐらいまで喋ってた。それで家族と楽しく映画見れて、私だからね、それでね、あ、この人自分のことしか考えてないなと思って、すごいストレスになったんで、きっちりお断りしました。もう付き合いはしませんって。で4番目、平気で人の傷つくことを言う人。あ、うん、これは本当にその悪い人もいるから困りますよ ね、 あのね、いつもねマイナスな話する人とか、あ、うん、いやどうしたん、顔色悪ないとか、いや疲れてる、唇荒れてる、ボロボロ大丈夫とか、なんか例えば疲れたとか太ったとか、なんかネガティブなワードをね言う人っていうのはあんまり良くないです。やっぱり一緒に遊んでてね、向上していくんだったらポジティブなこと言ってくれる人、そうですね、あ、今日素敵よねって、黒姫ちゃんも今日のなんかあのピアスめっちゃ かわいいんですよ、丸いね透明ボールの中に液体入ってるの、覚えていただきました、あのオーロラ系の色でね、あ、ちょっとブルーに光るのかな、綺麗なやつです。だからそういう風にいいこと言ってくれる人だったら気持ち上がるよね。そうですね、人の傷つくことを平気で言ったりね、はい、する人っていうのはなんかこう相手が気にしないと思って、私たちの仲やんかって言って、あ、その何でも言ってもいいわけじゃないってことを分かってほしいですよね。そうですね、うん、あと5つ目、これね、感謝の気持ちのない人いますね、うん、
これもね、私あるんだけど、このお友達もね、ずいぶん前に切りましたけど、幼稚園の時のね、はい、ママ友さんで、はい、ランチは子供連れて、はい、まあ4人で行くのね、はい、で幼稚園終わった後に、で1回ごとにおごり合いしようかみたいな関係あって、割り勘にしてはよかったんやけど、ビシッと、はい、まあ、その人ね、いつもしょっちゅうね、自分の息子がね、残すの、ハンバーグでも何でも、残したら残したままでいいやん、はい、そうやけど、いや残してこの子ハンバーグ食べへんからサンドイッチ頼んでって言ってサンドイッチ頼む。でも私はいつもワンプレートずつしかおごってもらってないやん、はい、ということはその人は食べ物に対しても感謝もないから、残しっぱなしにして人にそれをおごらせて、またサンドイッチ、それもサンドイッチも食べられへんのに、その男の子で、それからそれはちょっとね、どうかしらっていうのもありますよね。そうですね、だからまあそういう人たちは縁切って言ってもいいと思うんですけど、縁を切った後にどういうふうに対応したらいいかってことを最後に付け加えておきます。それ一番気になりますね。クルミちゃんどうする？その連絡が来たりしたらってことですか？あ、そうそうそう、自分が心の中で縁切りギリってなった時にどうする？自分からは連絡取らないよね。そうですね、うん、まあ、でも本当にちょっと当たり障りないように、うん、また機会があればとかそういう感じになっちゃうと思いますね。そうそうそう、今まですごい親しくしてた人に機会があればってちょっと言いにくい時なんかは、はい、何が何でも普通に断った方がいい。あ、忙しいねんって、ごめんなって。なるほど、うん、でいつ空いてるって、うん、予定が立てへんねん、ごめんなって。電話かかってきてもちろん出ない。これをやってください。でも同じ職場同じ学校の場合どうすんねんってなりますよね。確かに、この場合はね、この場合も同じなんですけど、無視はしてはいけません。やっぱり、ね、普通におはようぐらい言わんとね、人間からおはようと挨拶せなあかんから、 LINE が来ても当たり障りなくやんわりと、え、そうなんだ、よかったねぐらいの、たんとこう話が続かないように終わる。シンプルに断ってください、お誘いは。あ、ごめん、その日用事があって、ありがとうって言って、また誘ってねって言わない。あ、うん、か同じ職場同じ学校の場合ってね、そうしたら相手気づくはずです。そういうふうにしていただきたいと思います。だから親友だからといってね、大事にしていきたいとかみんな思ってて、なんか執着するのね、しがみついて。確かに、うん、今まで仲良かったから、なんか私が悪いんかな、私が嫌いになるのが悪いのと思うけど、そこはね、ライフステージが変わったら、はい、距離を置いていいと思います。確かに本当に分からないですもんね、うん、そうなんです、いつ何がっていうところは、うん、そこは分からないで距離を置いていただいていいと思います。ということで本日の恋愛大学終了したいと思います、はい。